ワーキング、ワーキングは、高津狩野による日本の漫画作品。ヤングガンガンで2005年から2014年まで連載された。また、2010年から2015年までの間、第1期から第3期にわたって、テレビアニメ化され、放送された。スクウェア・エニックスの漫画雑誌である、ヤングガンガンの創刊2号にあたる2005年1号から2014年22号まで、 連載された4コマ漫画。北海道某所にある架空のファミレス、ワグナリアを舞台に、そこに勤務する登場人物たちの日常を描く。登場キャラクター同士のボケとツッコミの駆け引きは、軽快ながら巧みに交わされる。通常6ページの連載で、時々庭掲載となる。4コマ漫画ではないショートストーリーの場合もある。四コマ形式の時はきちんと地をつけながらその後の、 ストーリーへ繋がっていく形で構成されている。毎回1ページ目の半分に扉に相当する部分があり、掲載時にはそこでキャラクターの独白、あるいは会話が挿入されるが、コミックス収録時には取り払われている。話数は品目で表される。もともとは作者が自身のウェブサイトで不定期で連載している、同名のウェブ4コマ漫画、ワーキングを参照。 雑誌連載のために舞台設定と登場人物を新たに書き起こしたものが本作出る。ファミリーレストランチェーン、ワグナリアのウェブ版とは別店舗の店という設定で同じ世界観を共有している。店長の旧友や佐藤のバンド仲間などが務めるなど、設定上のつながりのあるキャラクターも存在する。ウェブ上で連載している方が、猫組、ヤングガンガンに掲載される方は、 犬組と呼称されている。書き登場人物たちも反則と称して一部サイトコンテンツに登場しており、登場人物の中には本編よりもサイトでの登場が多いキャラクターも存在する。2006年6月30日より携帯コンテンツからの番外編配信も行われている。2007年1月25日からドラマ CD が発売されている。また、 2010年4月から6月までテレビアニメが放送された。2011年4月2日にアニメ第2期の制作、ブルーレイボックスとキャラクターソングの発売、イベントの開催が決定した。第2期の名称は第1期と区別するため、ワーキングとが加えられていい。2012年5月には舞台版も上演された。 2014年12月25日発売の単行本、最終13巻をもって完結。また、同年8月10日に、横浜国際平和会議場の国立大ホールで行われた、ワーキング、サーバント、サービス、コラボイベント、夏祭りだ。全員集合において、アニメ第3期の制作決定が報告されている。 2015年1月5日発売のヤングガンガン2015年2号から後日談としてワーキングでオーダーが6月5日発売の12号まで月1連載され猫組のキャラクターも交えた作品になった2016年4月2日午前0時10分公式ツイッターにて猫組の TV アニメ化が発表された www. ワーキングこのタイトルで2016年秋から放送を開始、詳細はワーキングを参照。北海道にあるファミリーレストランワグナリア。そこで働くシュシマポプラに誘われて、高梨ソーダはワグナリアでアルバイトをすることになった。仕事をしない店長、白藤京子、男嫌いの井浜昼、家出中の山田葵。 普通を追い求める松本麻也、人のことなら何でも知っている、相馬博美、対等している、とどろき八ちよ、そして、ヤンキー外見でヘタレな佐藤純など、個性的な同僚たちに囲まれて今日もワグナリアは営業する。恋の甲は、ドラマ CD 版、テレビアニメ版のキャスト。一人しか記載されていない場合は、テレビアニメ版のキャストとする。縁の項は、舞台版のキャスト。 初回限定特装版には以下のものが同梱されている。またカバーイラストも若干異なっている。アニメショップで販売されているものを中心に、タペストリー iPhone、カバーケースポスターテレフォンカード、皿、マグカップトートバッグフォトアルバムマウスパッドクッションなどがある。2010年以降、毎年8月にロイヤルホールディングス内にあるレストランドイヤルホストとのタイアップイベントを 行っている。当初は、秋葉原店以外でも行われていた。また2011年冬には、関連会社になるザビックラウンジでも行われている。第1期、第2期、第3期ともにオープニング及びエンディング主題歌の CD 単体での発売は、行われず、完全生産限定版、DVD、ブルーレイ第1巻の特典として付属する。 それ以外では CD で発売されたサントラなどのアルバムには TV サイズの曲のみが収録されておりフルサイズの曲はダウンロード販売によるシングルアルバムで入手可能となっている2010年7月22日からはジョイスウンドでの配信が行われている第1期は DVD のみの展開であったが後にブルーレイボックスとして発売した第期はブルー レイディスクと DVD の2種類の展開となる。一般的に関数を重ねるほど、販売本数は落ちるとされているが、オリコンの週刊 DVD、アニメチャートに1期の6巻、7巻が1位となる。また、各巻がトップ10にランクインすることも多く、商業的にも高売上となっている。ワーキングパーフェクトブルー、レイボックス2011年8月24日、発売。 放送時は SD 画質だったマスターを再撮影によって HD リマスター化している。キャラクターデザイン、足立慎吾描き下ろし味方セボックスデジパック仕様特典 BD イベントワグナリア夏の大感謝祭昼ノブ夜ノブ特製ブックレット原作者高塚里の書き下ろし前はキャラクターコメンタリーなどを収録。ワーキングワンダフルブルー レイボックス二千十五年四月二十二日発売。二千十年五月二十一日から同年十月二十九日まで、アニメ公式サイトにて、ヤメイキング、ヤマーキングのタイトルで配信された。全十三回。第一、第三、第五金曜日更新。二千十一年四月二日にテレビアニメ第二期決定記念として、第十四回が配信された後、毎月発売される。 キャラクターソングの発売に合わせ、それを歌っているキャラの声優が月替わりでパーソナリティを、向ている。番組名もパーソナリティに合わせ、変更されている。2011年10月7日から2012年5月18日まで、アニメ公式サイトにて、ヤメイキング、ヤマーキングのタイトルで配信された、全18回、第1、第3、第5金曜日更新。また、 2012年6月29日に公式、ツイッターフォロワー限定の特別版が配信された。2015年6月19日から2016年5月20日まで、アニメ公式サイトにて、ヤメイキング、ヤマーキングのタイトルで配信された。全23回、第1、第3金曜日更新。2010年7月25日に赤坂ブリッツにて、 主要声優陣が出演のワグナリア夏の大感謝祭が二部制で開催された山田役の広橋亮は第一部のみの出演。なお、この模様は別途 DVD 化されているほか、BD ボックスにも収録されている。2011年6月26日には日本青年館大ホールにて主要声優陣が出演のワグナリア夏の大大感謝祭2011が開催された。 この模様は、第2期の第1巻の完全生産限定版に、映像特典として前編が、第2巻に後編がそれぞれ収録されている。2012年4月15日には、東京都北区王子にある北トッピアにて、主要声優陣が出演の、ワグナリア春の大々大感謝祭が開催された、出演者、福山淳、安住かな、藤田咲、北村恵里、小野大輔。 神谷博文、広橋亮。この時の模様は、日本及び台湾の、計40箇所の映画館に生中継された。この模様は、同年7月に、ブルーレイ、DVD で発売された。2015年6月7日には、品川インターシティホールにて主要声優陣が出演の、ワグナリア夏の召喚者祭が開催された、出演者、福山淳、安住かな、藤田咲 北村恵里、小野大輔、広橋亮。この模様は、第3期ブルーレイ、DVD の第2巻に、映像特典として収録されている。2016年5月15日には、市川市文化会館にて主要声優陣が出演の、これで最後だよ。ワグナリア初夏の大大大大感謝祭が、開催された、出演者、福山潤、安住香奈、藤田咲、北村恵里。 小野大輔、神谷博文、広橋亮、彦佐陽子、日野里氏、戸松遥、香、藤桃子。この模様は、www. ワーキング、第1巻、ブルーレイ、DVD 限定メニューだよ。ワグナー初夏の代々来代感謝祭、同梱版に、特典 DVD として同梱された。高梨壮田のキャラクターソングで、高梨壮田役の福山淳が歌っている。 種島ポプラのキャラクターソングで、種島ポプラ役の安住香菜が歌っている。イハマヒルのキャラクターソングで、イハマヒル役の藤田咲が歌っている。前編曲、田中秀和、轟八ろきのキャラクターソングで、轟八ろき役の北村恵理が歌っている。相馬ひ美のキャラクターソングで、相馬ひ美役の神谷ひ文が歌っている。佐藤淳のキャラクターソングで、 佐藤淳役の小野大輔が歌っている。山田葵のキャラクターソングで山田葵役の広橋亮が歌っている。これまでのシングルを収録したアルバム、2012年5月11日から20日にて、全労祭ホールスペースゼロにて上演。2012年10月6日に DVD を発売。メインキャストについては登場人物の項を参照。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。